はい、皆さんこんにちは、福本哲明です。トレーニングを始める方結構多いと思うんですけれども、なんでちょっと何やっていいかわからないっていう、もうジムに行くのは怖いと、そういう人はちょっとジムが怖くなくなる、そしてトレーニングにすごく入っている、そのようなトレーニングプログラムを紹介したいと思うんですけれども、自分のトレーニングを始めたのが、まあ、本格的に始めたのが高校生ぐらいの時だったんですけれども、まあ、そのトレーニングを見ることはやっぱりよくわからなかったということで、やっぱり同じような悩みを抱えている方がいらっしゃるということで、今回のご質問ですね、高校生 YouTuber として人気沸騰中のゆるにめさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。参考に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、ということで、皆さんこんにちは、エルニーニョです。私のチャンネルではですね、主に高校生の日常だったりとか、しょうもない企画だったりとか、たまに筋トレの企画とかもやらせていただいてます。ということでね、今回はその僕のことを知ってるリスナーさんだったりとか、高校生同年代の方でなんかお悩みある方に向けて動画に協力できたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速ジムの方に行ってみましょうか。はい、はい、じゃあ早速ジムの方にご案内したいと思います。お願いします。こっちにですね、本格的なマシンがいっぱいあるんですけれども、まずはこちらの方、今日は行ってみましょう。本日はこちらでエルニーニョさんのトレーニングビデオと解説していきたいと思います。はい、それでは最初にまず胸のトレーニングですね。全体的にまず腕を太くしたいということだと思うんですけれども、先に腕をやってしまってその後胸だと、あんまり胸のトレーニングでちゃんと重い重量を扱えないということで、大きい筋肉からやっていきます。まずは胸の筋肉をやるということで、これはチェストプレスというマシンなんですけれども、椅子に座ってこのバーを前に持ち上げるというものです。で、このですね、椅子の高さを調整できるんですけれども、こうして座った時に大体ですね、二分の一よりちょっと上のあたりがこの場合に取り出しますので、ちょっとして椅子を上げましょう。じゃあ一回ちょっと降りていただいて、少し椅子を上げます。こうやってですね、椅子の高さを調節するものがありますので、これを使ってちょっと椅子を上げるわけですね。じゃあ座ってください。はい、失礼します。ちょうどこのバーを結ぶラインがこの二頭筋よりちょっと高いところに来る感じですね。できるだけ椅子に深く座りまして、バーを持って前に押していきましょう。おお、そうですね、ちょっと10回ぐらいやってみましょうか。しっかり下ろして、ああ、なるほど、また上げていく。ちょうどこれ腕立て伏せを座ってやるような動きになりますね。でそちらの方に重さがあるんですけれども、このピンの位置で重さを変えることができるんです。その動くピンを下の方に刺すと、どん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 重くなっていくわけです。はい、じゃあもう一回だけいきましょうか。おーす、です。腕立て伏せってもう自分の体重で負荷が決まっちゃうんですけれども、このようにピンで負荷を自由に変えられるというのがありますので、まあ、怪我もしにくいですし、初心者の方でも軽い重量から行うことができるという種目です。胸を鍛えるためにはまずこのチェストプレスやってみてください。今度はですね、肩幅を広くするトレーニングということで、サイドレイズなんですけれども、この肩の横の幅ですねをつけていく種目になります。これはダンベルで行うこういうサイドレイズになるんですが、こちらもやっぱり負荷を簡単に変えられるマシンで行ってみたいと思います。ではこちらも準備になって、はい、このバーを持ちます、はい、そしてそのまま横に上げていきましょう。おお、これ最低で取らせていく大体腕が地面と平行になるぐらいの感じ。
回行きましょうか。あと2回っすか。はい、ではこちら背中のトレーニングマシンです。背中の筋肉つけますと逆三角ですね。まあ、背中の筋肉ってなかなか自分の目で見えないんですけれども、結構一つらは見られてる、こんな風に見てると思いますので、さっそく後ろ姿を作るということで、ちょっとこの背中のマシンをやっていただきたいと思います。まずこのバーをですね、肩幅より1ミリぐらい広くして持ちましょう。こちらの腕を、これを持ったまま椅子に座ります。こう、こう、椅子に座って、足を右に下げて、肩幅を下に引いていきます。こういう感じですね。で、下ろして伸ばしっかりと伸ばします。おお、まあ、いわゆる懸垂を逆に自分の体を固定して、バーを下ろしていく感じですね。まあ、あんまりこう下まで使わなくていいですので、体で首から鎖骨ぐらいまで使わなければいいです。あー、やばいな、これ。あと2回いきましょうか。あと2回。はい、もう一回。痛すぎる。で、はい、伸ばして立ち上がります。はい、離したとおり。やばい、これは背中のトレーニング結構腕の中にも最初効いてしまうと思うんですけれども、背中の筋肉をちゃんと教えて見せる必要があります。はい、どうしてここまでで何かご質問とかありますか。ちょっとすごいずっと気になってることがあって、自分自身あんま身長高くないと、筋トレよく聞くじゃないですか、筋トレをしたら背が伸びなくなるみたいな、そういうのって実際どう思うんですか。実は逆なんですね。筋トレをした方が身長伸びます。どういうことかというと、まあ、骨ってこうなってますよね。で、骨のこの端っこの方に骨端線、骨の端の線と書いて骨端線と言うんですけど、この方はこういう刺激を与えられると、刺激を見られて伸ばそうとします。ですので骨の端に刺激が加わると骨は逆に伸びる。じゃあどういうふうにすれば刺激が加わるかというと、筋肉を使って圧迫するんです。ですので例えばこのようなトレーニングで背骨がこう圧迫されると背骨が伸びる。足のトレーニングなんかでも腕からこう圧迫することによって逆に伸びようとする、そういう働きが起こります。ですので、こう圧迫されるとそのまま縮みだそうな感じがするんですけれども、逆にその圧迫の刺激が伸ばす刺激になるということですね。そしてもう一つ、成長ホルモン。成長ホルモンで体が成長する、筋肉も骨も全部成長するということなんですけれども、トレーニングすると筋肉パンパンになります。このパンパンになった時の刺激が成長ホルモンを出してくる。筋肉がパンパンになればなるほど身長も伸びてくるということになります。この2つの点から筋肉トレーニングをすると身長を伸ばすということになるわけです。これは、まあ、安心してなんとやっていきたいと思います。それでいきます。今は安心して筋トレという話しましたけれども、まあ、慣れてくるとちょっと物足りなくなるかもしれません。今ちょっとこれでですね、背中のトレーニングできついところまでやりましたけれども、もうちょっときつくしたという方法があります。そういう場合ですね、このマシンを使うとうまくできる方法がありまして、ドロップセットで、今この重さで結構ギリギリまでやりました。でもこのピンを抜いてちょっと軽くすれば、できる限界までやってもまだできる、限界までやっても軽くすればまだできるというわけですので、ちょっともう一回くらいやってみましょう。はい、もう一回やってみましょう。ちょっと動作に慣れてきた感じがあります。さっきより楽にできているような感じが、うん、あります。
さっきは確か6回ぐらいで切り取っちゃったんですけれども、まあ、今度はもう1回、もう1回、どっかに結構余裕を持ってできるかなと。一回おろし戻しにちょっと立ち上がったら、ピンを軽くします。で、また6回やってみます。軽くなるとまたできちゃいます。もう一回ちょっとタイプしてあと6回やりましょうか。はい、まあ、このようにどんどん軽くしていくともう延々とできてしまう、まあ、延々とやる必要は全然ないんですけれども、まあ、ちょっと今日は2回目のいいだろうとマシンを使えている方はどうも試してみていただけるといいかと思います。はい、ありがとうございます。マジうまいっす。確かに多くできるようです。今、ミネットをカバーというつながり天然観光のトラバルです。腕をやってみようかなと思います。今日はこの足と腹筋をやってみたいと思います。じゃあ足のマシンをこちらやってみましょうか。このように足をこのプレートのところに押して、このまま伸ばしていく。ゆっくり下ろして、また伸ばしていく。では、今度は少々入り、失礼します。ちょっとここにかかってまくるぐらい。これで伸ばすのも周辺に行きます。はい、これをゆっくり戻します。ちょっと今ちょっと左側ですが、あんまり曲がっていない状態でやってるんですけど、まず最初この角度で何かやってみましょう。はい、やばいな、これ足に似てる感じ。いや、やばいっす。足とか普段やんないと。気持ちいい。うわ、やばいな。はい、で、この時点で慣れてきたらですね、もっと足を深く曲げていきます。足を深く曲げるので、マシンの位置を変えることができるんです。ここに、ここを引っ張ると、前に。これで一回座ってみて。マジさ。これで足を行きます。いやいやいや。今度はすごい曲がった状態から。ちょっとやってみましょう。はい。やばい。やばい。軽くします。やばいな、これゆっくり下ろして、プレートが進んでますから、ね、進んでますって、ね、くっそきつい、はい、ゆっくり下ろして、はい、プレート前に下ろして、痛くて痛くて痛くて、あと2回だけ、あと2回だけ、はい、もう1回これ、はい、行きます。あー痛すぎる、もう1回、待って、ちょっと、はい、最後ゆっくり下ろしていきましょう。ゆっくり最後まで、バシャン、ゆっくりゆっくりゆっくり、OK です。やばい、何ですかこれ。こんなやるもんなんですか。そうですね、これはまあ、この人の体の柔らかさでも
変わってくるんですけれども、深く曲げれば曲げるほどそれだけきつくなってきます。ただまあ最初は1セット目にやったもっと浅い角度でやってですね、慣れてきたらだんだん角度を深くすると。今回はいきなり無理ある角度でやりましたけれども、まあ、いきなりこのような角度ではやらない方がいいんですよ。今回はダメな例です。何を話してくれるんですか。あと腹筋だけやってみましょう。やっぱりお腹のシックスパックで割れた腹筋というのは結構女子には受けがいいと思いますので、腹筋の割れたものを作るためにちょっと腹筋の話もやってみたいと思います。やっちはい、普通の腹筋というとこういうふうに上体を起こしていくんですけれども、マシンを使ってですね、うまく体を丸めていくようになるんですよ。腹筋というのは背中を丸める動きのポイントになってしまう。いわゆるシットアップ、ジップ、上体を起こしたと丸めないでまっすぐ上げたことなんですね。それだとあんまり腹筋にいきません。でもマシンを使うとなんか丸めることができるので、幅にちょっと足を入れて、で、今後も前に投げていきます。あ、これだけすごいね、体を丸めるというのが、はい、じゃあ戻します。で、また丸める。それも普通の腹筋運動だと自分の体重でやるしかないんですけれども、それもピンを使って負荷を調整できるものになる。はい、どうしよう、お腹に効いてる感じありますか。よし、うわ、すごいね、これ普通の腹筋運動は来ないような刺激がこれで与えられるので、これで頑張っていけば来年の夏にはもうあっくり腹筋を全部効いてるかな。また2回行きましょうか。はい、OK です。あぁ、きつい。で、今回はネットを肩を背中足に足に、そしてまあ別のコラボで腕を上げましたけれども、全身ちょっと落ちないですよ。落ちしまったら大丈夫でしょうか。もうやってしまう、きついよ。やっぱりかっこよくなってないんだけど、このようなトレーニングを週2回ぐらいやれば十分だと。腕は太くしたいのでも、もっと頻度を詰めていって、僕のところはですね、肩とか胸とかそのあたりは週2回ぐらいやっていくと、もう全体的にそのように準備マッチになることができると思います。本日はかなりきつかったと思いますけれども、トレーニングお疲れ様でした。テーマです。トレーニングは栄養補給が第一ということで、プロテインもいいですか。ありがとうございます。乾杯しましょう。いただきます。何味ですか。これは何味ですか。何味ですか。いや、美味しい、めっちゃ美味しいんですけど、マンゴー、パイナップル、バナナ、オレンジ、あー、やってる、いろいろ入ってるやつですね。めっちゃ美味しいです。それはベリーです。自分もトレイン始めたのが高校生の時だったんですけれども、やっぱりまあそれぐらいの時にですね、がっつりトレーニングしておくと細胞の数が増える。それが例えば20歳過ぎてやっていくと効いてくるんですね。どんどん伸びる。例えば30歳40歳あるいは70歳80歳からやっても筋肉増えていくんですけれども、若い頃にやっておくとその後の伸びが違う。
ですので今やっていくと20歳30歳になった時にもうとんでもないムキムキに、まあ、そこまで求めないかもしれないけれどもなれるということでですね、もし 今中学生高校生の方いらっしゃいましたら、もちろん身長が伸びなくなるということもないですし、あと最近だと勉強への集中力が上がるっていうような研究報告も出てきたりして、ウェイトトレーニング本当にいいことばかり、脳の神経が増えるということもありますので、ぜひ若い方、中学生高校生ぐらいの方はトレーニングに励んでいただきたいと思います。今回本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。エルニーニョさんの方ともですねコラボをしておりますので、概要欄にリンクを貼ってありますから、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に美味しいです。ついにバルクスの新フレーバーが出ます。といってもですね、まあ、分かる人は分かると思うんですけれども、実はバルクス 2,3 ヶ月にもう1回は新フレーバーを出しています。なので何を今更と思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっと待ってください。今回の新フレーバーは歴代でも最高級です。超絶美味しいプロテインが出来上がってしまいました。じゃあ新フレーバー試飲してみたいと思います。本当に美味しいです。味はまだ秘密なんですけれども、このフレーバーのプレキャン、そして最新情報等各 SNS で発信しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの新フレーバーはバルクス筋トレ大学で初お披露目いたします。以上、山本由伸でした。